はい、皆さん。はい、皆さんどうもこんにちは。超初心者のための CSS 講座。今回はですね、ディスプレイフレックスで、フレックスアイテムを横並びにした後の、微調整方法について、紹介していきたいと思います。ディスプレイフレックス、あとジャスティファイコンテントで、要素の横並びの位置を変えることができたんですけど、今日はですね、横並びの位置というよりは、横並びにした上で、その要素要素の縦方向の位置を調整する CSS の紹介です。で、その縦方向の調整なんですけど、2つ方法があります。まず1つ目がですね、一括で、設定する方法です。横並びにしたものが、2つ3つ4つとかあるとして、それをすべて縦方向を一括で設定するという方法ですね。親要素にまずディスプレイフレックスで、これで横並びになりますよね。で、その次です。ポイント、今日のポイント、アラインアイテムズっていう CSS のプロパティに、センターとかですね、フレックススタート、フレックスエンド、あるいはストレッチとかですね、そういったキーワード値を入力することによって、フレックスアイテム、横並びにしたアイテムの高さ、縦方向の位置を微調整することができます。具体的にどのように並べることができるかというと、こちらです。今回例としてですね、1,2,3,4つ挙げてみました。これ以外にもキーワード値あるんですけど、よく使うのはここら辺かなと思います。まずセンター、言葉通り中央揃いです。高さが違うアイテムがそれぞれあったとしたら、その中心にですね、並べられます。で、その次、フレックススタートっていうのは上揃いですね。高さがそれぞれ違ったとしても、一番上にピシッと揃うように並べる方法です。それに対してフレックスエンドは下揃いですね。下をに、方向に揃えて、上は高さが違ったらバラバラという感じになります。で、最後ですね、ストレッチっていうものがあります。これはですね、一番縦幅が長いものに揃えて、長い縦幅よりもちっちゃいものはそれに合わせて、ストレッチ伸びて高さを揃えるというような方法になります。一番綺麗に揃えることができるんですけれども、ただですね、フレックスアイテムにハイトを何十ピクセルとか設定している場合は、こちら聞きません。ハイトって設定しているにもかかわらず、ストレッチ拡大してしまったら、それはそれで不都合なので、これはですね、ハイトを具体的に固定してない場合に、適用されます。例えば文章のボックスがあって、特にハイトを何ピクセルって設定はしてないんですけど、文章が、2行とか3行とかなると、その分縦の幅って長くなりますよね。そんな感じで、ハイトを何十ピクセルって設定してなくても、自然と縦幅が決まるような要素であります。で、そういった場合にストレッチってすると、一番長いボックスに揃えて、ハイト、縦の幅がグワンと引き伸ばされます。なので、文章のボックスとかこれ設定できるんですけど、画像とかも自然とハイト、縦の幅が決まることが多いので、画像をストレッチでこうやって並べるってことはあんまりないかなと思います。はい、そして今はですね、横並びにしたアイテムを一括で縦方向の位置調整をする方法を紹介したんですけど、時にはですね、こいつだけとかこいつだけとか一個だけ高さを調整したい、変えたいという場合もあるかと思いますので、その方法を紹介していきます。はい、フレックスで並べた横並びにしたアイテムを個別にですね、今回、高さを位置調整する方法なんですけど、個別に設定する場合は、セレクターを親要素ではなくて子要素、要するに横並びにした要素、フレックスアイテムですねに、セレクターを指定した上で、こちらです。さっきはですね、アラインアイテムズっていうやつだったんですけど、今回はアラインセルフというプロパティを使います。で、キーワード値はアラインアイテムズと同じと思っていただいて大丈夫です。こうすることによって、一つだけですね、高さを調整することができます。こいつだけとかこいつだけとかですね、個別に高さを調整することができますので、一つだけ高さ変えたいなという場合はアラインセルフを使って、で、全部の高さを変えたいなという場合はアラインアイテムズを使ってという使い分けをすると便利です。はい、そしたら最後に便利な小技を紹介して終わろうと思います。要素をですね、ど真ん中、横方向にも縦方向にも
中央、まあ要するにど真ん中ですよね、に配置したいということもちょいちょいあるんですけど、その時にですねディスプレイフレックスとそれに関連する CSS を使うことで簡単にそれを実現することができます。まあ、例えばですね親要素にdiv クラスペアレントっていうクラス名をつけて、まあ、その中に段落タグで文章を配置してます。で、その CSS をペアレントに対する CSS なんですけど、まずディスプレイフレックスで、まあ、横並びにはならないですけどね、一つしかないので、でジャスティファイコンテンツセンターでまず中央横方向に、中央に配置します。でアラインアイテムズセンターとすることで、縦方向への中央配置を、指定することができるので、結果的にですね親要素のボックスの、縦方向横方向の中央、要するにど真ん中に配置することができます。まあ、ただこれだとですねペアレントっていう親要素に幅と高さ、ウィドゥスとハイトの設定をしてないのでど真ん中になるかというとそうならないんですけど、まあ、これにですね、ウィドゥスとハイト幅と高さの設定をすると、この小要素 P 段落タグが真ん中にど真ん中に来ることになります。はい、それではですねパソコンの画面を実際に見ながら設定をしていきましょう。はい、パソコンの画面を映し出しています。今回はまずですね26行目から39行目の HTML に注目してください。ディスプレイフレックスって設定する親要素にクラスフレックスボックスってつけてて、横並びにしたい要素に、フレックスチャイルドっていうクラス名をそれぞれつけてます。 P タグで言葉を入れてるんですけど、それぞれですね改行を入れてどんどん言葉と改行を増やすことによってそれぞれのボックスフレックスアイテムの高さに差を出しています。でこれに対する CSS がこちらですね、ここからここまでです。フレックスボックスにまずディスプレイフレックスで、アラインアイテムズセンター、まあ、とりあえず中央揃いにしてみました。でフレックスチャイルドにバックグラウンドカラーとかマージンを入れてるのは、見やすくするためです。ではまずブラウザで表示を確認してみましょう。はい、画面すごい拡大してるんですけど、このようにですね、なっております。センターです、アラインアイテムズで。アラインアイテムズはもちろんセンターだけじゃないので、いろいろ値を変えてみましょうかね。今ここセンターになってるんですけど、画面映ってるかな。これを、まあ、フレックススタートをフレックスエンドストレッチしてしていきたいんですけど、まずストレッチからいきますね。もうすでになっちゃってるんですけど、ストレッチってするとですね、このように一番長いフレックスアイテム、まあ、これで言うと一番右ですけどに合わせて、その長さに足りないやつがグイって高さ引き伸ばされて、全て同じ高さっていう風になります。まあ、ただ講義の中でも言った通り、ハイトを個別で設定しているとそれ以上引き伸ばされることはありません。それもちょっと確認していきましょう。はい、今ちょっと裏作業で一番左のやつだけハイトを個別で設定して、他はストレッチ、まあ、他はっていうか全部ストレッチっていう設定にはなってるんですけど、アラインアイテムズがですね、アラインアイテムズストレッチってなってるんですけど、今一番左のこいつにだけハイト100ピクセルって設定してます。このようにですねハイトを固定化するとストレッチってしても引き伸ばされません、設定した以上には。なのでハイトの設定を消すとこういう風にですね、引き伸ばされるんですけど、再びハイトを、設定し直すと、こういう風にですねハイトを設定したものに関してはストレッチで引き伸ばされないということは注意してください。一度元に戻します。はい、これがセンターですね、アラインアイテムズ。じゃあ今度アラインアイテムズ、フレックススタートにしてみましょうか。ここですね、この値を変えます。フレックススタートってすると、上揃いになりました。あ、じゃあ次はフレックスエンド、どんどん確認していきますよ。フレックスエンドってします。エンドってするとこうですね、下に揃えられます。はい、では今度はですね一つだけ位置を変えたい。今までは一括で全て設定するアラインアイテムズっていう CSS のプロパティについて説明というか設定していったんですけど、一つだけ高さを変えていこうと思います。ターゲットはこいつにしましょうかね。ちょうどカーソルが上に乗っかってたので左から3番目のやつだけ、位置を変えていこうと思います。まずアラインアイテムズじゃなくてアラインセルフですね。で今下揃えになってるんですけど、3番目のやつだけ中央揃えセンターにします。はい、っ
ていう感じでですね、あのアラインセルフを設定することで、他はあの今アラインアイテムズでフレックスエンドで下揃いになってるんですけど、アラインセルフで、センターですねにしたやつだけ中央揃いになってますという感じで、一つだけ変えたい場合は小要素フレックスアイテムにアラインセルフを設定して、ここですね、どこだ、これですね、アラインセルフで、まあ、センターとかフレックススタート、フレックスエンドストレッチとかですね、設定すると一つだけ変えられます。はい、続いてですね、講義の中でおまけみたいな感じで言ったど真ん中に配置についても軽く説明しておきます。まずここですね、41行目から43行目、親要素にクラスペアレントでつけてます。でその中に段落タグを入れてます。で、それに対する CSS は、はい、15行目から22行目ですね。まず、Width と Height で横幅と高さを設定してます。で、バックグラウンドカラーで分かりやすくして、問題というか今回のポイントはその下です。ディスプレイフレックスで、まあ、横並びというか、あのフレックスアイテムが今回は一つだけなので、横並びにするという意味はこれにはないんですけど、まあ、その上でですね、ディスプレイフレックスにした上で、ジャスティファイコンテンツセンター、横方向への中央揃え。で、今度はアラインアイテムズセンター、縦方向への中央揃えの指示を出すことで、ど真ん中に配置できます。ウェブブラウザ画面で確認していきましょう。はい、緑、薄い緑色のところですね、ど真ん中に配置という文字が、まんまど真ん中に配置されていることがわかります。アラインアイテムズセンターを外すと、中央にはど真ん中になるんですけど、縦方向にはど真ん中にならなくなっちゃいます。アラインアイテムズを解除します。はい、このようにですね、アラインアイテムズを解除すると、ジャスティファイコンテンツセンターが効いてるので、横方向への中央配置はできるんですけど、ど真ん中にはなりません。縦方向の、中央にはなりません。両方して初めて、ど真ん中に配置できます。ジャスティファイコンテンツセンターも解除するとですね、縦方向にはど真ん中になるんですけど、今度は横方向にど真ん中に配置されなくなるので、両方とも設定する必要があります。で、これを組み合わせることで、こんな風にですね、要素をど真ん中に配置できるので、結構便利ですし、よく使う小技かなと思いますので、ぜひ覚えておいてください。はい、それではまた次回もよろしくお願いします。今回もありがとうございました。